今日はですね、大体神経ブロックの時のちょっとしたコツについて簡単にお話ししていきたいと思います。大体神経は腸骨筋膜の下にあると言われていますが、この腸骨筋膜ですね、時に見にくくなることありませんか、はい、今日お伝えするのは、腸骨筋膜をきれいに病出するコツです。はい、まず、大体神経を探していきましょう。 まずですね、この股関節のしわに平行にエコ、ね、のプロボを当てて、えー、動脈を探します。はい、ここに、えー、動脈が見えてきますね。はい、でもうちょっとこう上の方に行っていくと、はい、ここからもう1個動脈が出てきました。はい、これが真大腿動脈で、先ほど見ていたのは線大腿動脈ですね。でぐっと上の方にエコのプロボを少しチルトさせながら上げていくと、 はい、ここで一本の動脈大腿動脈になりました、はい、でこのレベルで、えー、ごめんなさい大腿神経が探しやすくなると言われていますがよいしょちょっと外側に行って、はい、僕の場合はこれですね、はい、ではちょっとその外側に行ってですね腸、えー、骨筋膜を見てみましょうかよいしょさあどうでしょうよいしょ 腸骨筋膜。僕、ちょっときれいに見えてますね。これですね。はい、でこの腸骨筋膜を同定する一番の方法はですね、僕はですねこの方向筋との重なりを見ています。はい、ここに方向筋があって、ここに腸骨筋があって、その間っていうのはもちろん腸骨筋膜がありますので、これが腸骨筋膜だということができます。でえー、っと これをですね、もう少し角度を立てると、この方向筋と腸骨筋の重なりが見えにくくなります。はい、こんな感じですね。えっ、ー、と、大体外側皮神経をブロックして、大体神経をブロックしていくためには、この、やはりこれ角度立てなきゃダメなんですね。ぐーっと角度立てていって、今、え外側大腿神経出てくるかな。はい。 これがそうだと思うんですよ、ね、角度をぐーっと立ててそこからぐーっとこう内側に行って大腿、えー、神経を探していかなきゃなんないんですねそうすると、えー、この部分ではい腸骨筋と方向筋の重なり、えー、かなり見えにくいですよね、はい、そういう時はですねこの立てた角度をもう一回横に戻してチルとしてスッとチルとしてあげるとはい これが方向筋でこれが腸骨筋そしてこれが腸骨筋膜で腸骨筋膜を内側に折っていくとここに大腿神経を観察することができます。